皆さん、こんにちは。これから、STM32 マイコン体験実習、グラフィック描画編のハンズオン、GUI 画面作成編を行っていきたいと思います。このハンズオンの目的は、TouchGFX の基本的な使用方法を学習していただくことにあります。今後、TouchGFX を用いた GUI 開発を行う際に、 本日習得したたた知識をもとに、によよりり高度なな GUI 設計ができきるようになってていただきたいだ考えております。本日ハンズオンで使用する機材は F746 ディスカバリーキットおよび USB ケーブルです。ハンズオンで使用するデータは別途ダウンロードしておいてください。また事前準備としてお手持ちの PC に各種ツールのインストールを行っておいてください。 タッチ GFX トレーニングは3つのパートから構成されます。ラボ1では GUI 画面を作成し、ボタン、画像など各種のウィゼットを画面に追加します。ラボ2ではボタンのインタラクションの作成をします。ラボ3ではボタンのインタラクションを C++ 言語で実装し、より複雑な動作を実現します。本トレーニングでは 前編としてラボ1のハンズオントレーニングを行っていきます。後編としてラボ2及びラボ3のハンズオントレーニングも予定しております。ご期待ください。ラボ1に入る前に、あらかじめトレーニングで使用する画像を外部よりタッチ GFX デザイナーに取り込みます。事前準備で作成した新規プロジェクトが置かれている タッチ GFX プロジェクトフォルダーへ移動してください。事前にダウンロードしていただいたハンズオンデータ内タッチ GFX トレーニングマテリアルフォルダーにあるアセッツフォルダーをこのフォルダーにコピーしてください。次に Example F746DISCO フォルダー以下にあるタッチ GFX フォルダーに移動してください。 このフォルダーにある .touchgfx ファイルをダブルクリックしタッチ gfx デザイナーを立ち上げますタッチ gfx デザイナーで外部より画像データを取り込んでいきますまずはじめにタッチ gfx デザイナーにおいてイメージタブを選択します次に画面左上にあるプラスのマークをクリックしてください ファイイルダイアログが出現しますアセッツフォルダーに移動し、アセッツフォルダーにあるすべての画像データを選択します。次にファイルダイアログのオープンボタンをクリックし、選択した画像をタッチ GFX デザインに取り込みます。最後にキャンバスボタンを選択してください。ここまでの作業を ビデオで確認しましょう。エキスプローラー上で事前準備で作成した新規プロジェクトが置かれているフォルダーに移動します。事前にダウンロードしておいたハンズオンデータより、アセッツフォルダーを同じフォルダーにコピーしておきます。次に作成しておいたプロジェクトフォルダーに移動します。タッチ GFX フォルダーに移動し、以下にある .touchGFX ファイルをダブルクリックして、 TouchGFX デザイナーが起動しましたら外部より画像データを取り込んでいきますイメージタブを選択します画面左上にあるプラスボタンをクリックして取り込むファイルを選択します アセッツフォルダー以下にあるすべての画像データを選択します。画像データを選択しましたらオープンボタンをクリックします。外部画像ファイルが取り込めたことが確認できます。最後にキャンバスタブをクリックし編集画面に戻ります。 ここからラ,ブ1に入りますラボ1では GUI 画面の作成及びウィジェットの追加を行いますまずラブ1の学習内容についてご紹介しますラボ1を通じて以下の内容を皆さんに学んでいただきたいと思います1つ目がタッチ GFX デザイナーを使用した GUI 画面の作成方法について2つ目が タッチディフェ f スが提供するウィジェットであります画像ウィジェットおよびボタンウィジェットの使い方についてです。ラボ1で作成していただく内容は以下の通りです。ラボ1では皆さんに2つの GUI 画面を作成していただきます。スクリーン1という GUI 画面とスクリーン2という GUI 画面です。各 GUI 画面に画像とボタンのウィジェットを配置します。 なお、ボタンにインタラクションを追加する手順については、トレーニングの後編で説明する予定です。スクリーン1の GUI 画面の構成についてご説明します。スクリーン1では以下のビジェットを使用しています。背景画像及びタッチ GFX ロゴにはイメージビジェットを使用しています。また、 スクリーンの右側にある矢印ボタンにはボタンウィジェットを使用しており、ボタンを押すとスクリーン2に切り替わるというインタラクションを実装しています。スクリーン2の GUI 画面の構成についてご説明します。スクリーン2では以下のウィジェットを使用します。背景画像及び電球にはイメージウィジェットを使用しています。電源ボタン及び スクリーン1に切り替えるための矢印ボタンには、ボタンウィジェットを使用しています。スクリーン2に含まれるインタラクションは、以下の2つがあります。1つ目は、電源ボタンを押すために電球がオン・オフに切り替わると同時に、評価ボードの LED もオン・オフに切り替わるという動作。2つ目のインタラクションは、画面切り替えボタンを押すとスクリーン1に切り替わるという動作です。 それでは実際に TouchGFX デザイナーを操作してみましょう。まずスクリーン1とスクリーン2を作成します。ツールのデフォルト設定でスクリーン1が既に作成されていますので、実際にはスクリーン2のみを作成します。では実際に作業に移っていきたいと思います。 画面左上にあるスクリーンタブを選択してください。プラスのマークをクリックするとスクリーン2が作成されます。ツリー表示でスクリーン1の下にスクリーン2が現れることを確認してください。この後スクリーン1の編集を行います。ツリー上でスクリーン1をクリックします。 ここで発足事項がございます。TouchGFX では任意のスクリーンをスタートアップ画面として設定することが可能です。画面右側にあるプロパティタブをクリックしてスタートアップスクリーンを選択することでスタートアップ画面を設定できます。本トレーニングではスクリーン1をスタートアップ画面としますのでスタートアップスクリーンセクションでスクリーン1が選択されていることを確認してください。 次に背景を追加します画面左上ウィジェットタブを選択しますウィジェットメニューが表示されますのでそこからイメージウィジェットを選択しますイメージウィジェットがウィジェットメニューに表示されていない場合にはウィジェットメニュー右側のスクロールバーを下方向にドラッグしてください ウィジェットメニューに表示しきれないウィジェットが表示されます。操作を続けます。画面左上、スクリーンタブを選択します。スクリーンを構成する要素がツリー表示されます。ツリー表示の中で、スクリーン1の隣にある下向きの矢印をクリックします。スクリーン1で使用されている ウィジェットの一覧が表示されますので先ほど追加したイメージ1画像ウィジェットを選択します画面右側プロパティタブをクリックしネームセクションにおいて追加した画像ウィジェットの名前を変更しますプロパティタブにあるイメージセクションにて画像メニューを開いて使用する画像データを選択します プルダウンメニューにある画像の上にマウスを移動すると、画像メニューに表示されている画像が拡大され、画像の内容と画像名を確認することができます。ここまでの作業を、ビデオで確認しましょう。画面左上、スクリーンタブを選択します。プラスボタンをクリックし、スクリーン2を追加します。 3表示でスクリーン1をクリックし、スクリーン1に移動します。右側のスタートアップスクリーンセクションで、スクリーン1がスタートアップスクリーンであることを確認します。スクリーン1に背景を追加します。ウィジェットタブをクリックし、ウィジェットメニューに移動します。イメージウィジェットをクリックし、ウィジェットを追加します。 スクリーンズタブをクリックツリー表示でスクリーン1で使用するウィジェットの一覧を確認しますイメージ1を選択しプロパティタブを選択プロパティメニューで名前を変更しますイメージセクションで使用する画像データを選択します フルダウンメニュー上でマウスオンで画像が拡大され画像ファイル名が確認できます次に背景画面の上にタッチ GFX ログを追加していきます画面左上ウィジェットタブを選択しますウィジェットメニューにてイメージウィジェットを選択します 次に画面右側プロパティタブをクリックしネームセクションにて追加した画像ウィジェットの名前を TouchGFX に変更します同じくプロパティタブにあるイメージセクションにて画像メニューを開いて使用する TouchGFX ロゴの画像を選択します最後に同じくプロパティタブにあるロケーションセクションにて配置座標を入力します 引き続きスクリーン位置に画面を切り替えるボタンを配置していきます。画面左側、ウィジェッツメニューよりボタンウィジェットを選択します。次に画面右側、プロパティタブにあるネームセクションにて追加したボタンウィジェットの名前を入力します。同じくプロパティタブにあるロケーションセクションにて ボタンの配置座標を入力します今回ボタンの画像としてタッチ GFX 標準のイメージではなく外部から取り込んだ独自のイメージを使用するため以下の設定をしますまずプロパティタブにあるスタイルセクションにてノースタイルを選択します次にボタンが押されていない時の画像を設定します イメージセクションのリリーストイメージのプルダウンメニューから使用する画像を選択します。同様にボタンが押されている時の画像を設定します。プレストイメージのプルダウンメニューから使用する画像を選択します。ここまでの作業をビデオで確認しましょう。まずタッチ GFX ロゴを配置します。 ウィジェットタブを選択。ウィジェットメニューより、イメージウィジェットを選択します。次に、画面右側、プロパティタブを選択。ネームセクションにてウィジェットの名前を入力します。イメージセクションで使用する画像を選択します。 最後に、ロケーションセクションにて、配置座標を入力します。次に、画面切り替えボタンを配置していきます。ウィジェットメニューで、ボタンウィジェットを選択します。ウィジェットの名前を変更していきます。 配置座標を入力します。今回ボタンの画像として TouchGFX 標準のものではなく外部から取り込んだものを使用するため以下の設定をしていきます。スタイルセクションにてノースタイルを選択します。次にボタンが押されていない時の画像を設定します。 リリーストイメージで使用する画像を選択してください。最後にボタンを押されたすの画像をプレストイメージで設定します。引き続きスクリーン2の画像を作成していきます。まずスクリーン2を編集画面として設定します。画面左上スクリーンタブを選択します。 次に、ウィジェットタブを選択します。ウィジェットメニューよりイメージウィジェットを選択します。作業を進めていきます。画面左上、スクリーンタブを選択します。ツリーが表示されることを確認し、 スクリーン2の隣にある下向きの矢印マークをクリックします。スクリーン2で使用されているウィジェットの一覧が確認できることが分かります。ウィジェットの一覧より、先ほど4のステップで追加したイメージ画像ウィジェットを選択します。画面右側、プロパティメニューにあるネームセクションにて、ウィジェットの名前を bg-image に変更します。 同じくプロパティメニューにあるイメージセクションにて使用する画像イメージを選択しますスクリーン2に電球画像を追加していきます画面左上ビジェットタブを選択しますウィジェットメニューよりイメージウィジェットを選択します画面右側プロパティメニューにある ネームセクションにて先ほど追加した画像ウィジェットの名前をバルブと変更して入力します。プロパティメニューロケーションセクションにて配置座標を入力します。最後にイメージセクションにて使用する画像イメージを選択します。次にスクリーン2に電源ボタンを追加します。 今回、ボタンを押すたびにオン・オフの状態が切り替わるという実装をするため、トグルボタンウィジェットを使用します。ウィジェットメニューよりトグルボタンウィジェットを選択してください。次に、画面右側、プロパティタブにあるネームセクションにて、追加したボタンウィジェットの名前を入力します。同じくロケーションセクションで配置座標を入力します。 ボタンの画像として、外部より入力した画像を使用するため、スタイルセクションでノースタイルを選択します。ボタンを離したときの画像を選択するため、リリースとイメージセクションで使用する画像を選択します。最後に、ボタンが押されたときの画像を選択するため、プレストイメージセクションで使用する画像を選択します。 次にスクリーンに画面切り替えボタンを配置します。画面左側、ウィジェットメニューによりボタンウィジェットを選択します。次に画面右側、プロパティメニューにおいて先ほどと同様、ウィジェットの名前、配置座標、画像、イメージを選択していきます。 ここまでの作業内容をビデオで確認しましょう。スクリーン2に背景を追加していきます。スクリーン2を編集画面に設定します。スクリーンタブを選択し、ツリー表示でスクリーン2をクリックします。次にウィジェットタブを選択します。ウィジェットメニューからイメージウィジェットを選択します。 スクリーンタブを選択します。ツリー表示で追加したイメージウィジェットを選択します。画面右側プロパティメニュー内ネームセクションにおいてウィジェットの名前を変更します。最後にイメージセクションにおいて使用する画像を選択します。 次に電球の画像を追加します。ウィジェットメニューよりイメージウィジェットを選択します。画面右側プロパティメニュー内ネームセクションで追加したウィジェットの名前をバルブに変更します。ロケーションセクションにおいて配置座標を設定します。 イメージセクションにおいて使用する画像を設定します。電源スイッチを追加します。ウィジェットメニューからトグルボタンウィジェットを選択します。 プロパティメニュー内、ネームセクションでボタンビジェットの名前を変更します。ロケーションセクションにてボタン配置座標の値を入力します。今回、ボタンの画像データとしてタッチ GFX 標準のデータではなく外部 入力の画像データを使用するためスタイルセクションにおいてノースタイルを選択しますイメージセクションリリーストイメージでボタンを離したときの画像データを選択しますプレストイメージでボタンが押されたときのイメージを選択します 最後に画面切り替えボタンを追加しますウィジェットメニューよりボタンウィジェットを選択します画面右側プロパティメニュー内ネームセクションにてウィジェットの名前を変更しますロケーションセクションで配置座標を入力します 電源ボタンの場合と同じよう、スタイルセクションでノースタイルを選択、リリーストイメージでボタンを離したときの画像を選択、プレストイメージセクションでボタンが押されたときの画像を選択します。以上で STM32 マイコン体験実習、グラフィック描画編、 のハンズオン GUI 画面作成編を終了します。今回のハンズオントレーニングでは GUI 画面の作成及びウィジェットの追加について学習ができました。本トレーニングの後編としてラボ2ボタンのインタラクションの作成及びラボ3ボタンのインタラクションを C++ 言語で実装を予定しております。 準備が整いましたら ST マイクロエレクトロニクスよりご案内いたします。本日はハンズオントレーニングに参加していただきありがとうございました。